ジェイティル・アンドレオ・モットは、ノルウェー、オスロ出身の元アルペンスキー選手。1990年代から2000年代に活躍し、オリンピックと世界選手権で合わせて20個ものメダルを獲得した。日本では、ケトル・アンドレオ・モットと紹介されることもある。1990年、アルペンスキージュニア世界選手権で、滑好、スーパー大回転、複合の参冠を獲得し、 同年アルペンスキーワールドカップにデビュー。1991年、オーストリアザールバッハで行われたアルペンスキー世界選手権でスーパー大回転2位となり注目を浴びた。しかし、その後病気で低迷。1992年アルベールビルオリンピックの3ヶ月前まで入院し、1 1ラム体重が落ちた。しかし、 2ヶ月後にトレーニングに戻り、その六週間後にアルベールビルオリンピックのスーパー大回転で優勝。ノルウェーに40年ぶりのアルペンスキーのオリンピックメダルをもたらした。また、大回転でも銅メダルを獲得した。1993年の世界選手権盛岡雫石大会では、大回転と回転で優勝、複合で2位となり、 この世界選手権で最も活躍した選手として記憶されている。1992から1993シーズンのワールドカップでは大回転と回転の種目別総合で優勝、全体総合で2位となった。1994年のリレハンメルオリンピックでは、格好と複合で銀、スーパー大回転で銅メダルと3つのメダルを獲得した。ワールドカップでは 全体総合優勝を果たした。1996年、アルペンスキー世界選手権では、スーパー大回転で、銅メダルを獲得。1997年、アルペンスキー世界選手権では、複合で、金メダルを獲得した。1998年、長野オリンピックでは、スーパー大回転での5位が最高と低迷した。1999年、 アルペンスキー世界選手権では複合で金メダル、格好で銅メダルを獲得した。2001年アルペンスキー世界選手権では複合で金メダルを獲得。大回転でも銀メダルを獲得した。2002年のソルトレークシティオリンピックではスーパー大回転と複合で金メダルを獲得。2003年アルペンスキー世界選手権では格好で銀メダル、複合で 銅メダルを獲得。2006年、トリノオリンピックでは、格好4位、スーパー大回転では、オリンピック4個目の金メダルを獲得した。日本のスキー雑誌にも、たびたび技術が解説されることがあったが、競技中ではないフリースキー中になぜか、常時説を出しながら滑る癖がある。また一時は、下記の練習場所として、ララポートスキードームスソスを愛用していたなど、実は、 日本との縁が少なくない選手である。アルペンスキーワールドカップ通算21勝、総合優勝1回、総合2位5回。オーモットはオリンピックと世界選手権を合わせて通算9個の金メダルを獲得したが、回転、大回転、スーパー大回転、複合ときて、格好だけは銀メダルに甘んじた。2003年、スイスサンモリッツでの世界選手権。 その格好競技で、コース終盤までトップのタイムを刻んでおきながら、大きなミスを犯して、銀メダル止まり、わずかの差で、金メダルを逃してしまった。その時の共同記者会見で、オーモットは、残念そうに、こう感想を述べた。金メダルは、買うことにしたと。そして、隣に座っていた金メダルのミハイル・バルヒホーファーに、そこで話があるんだが、いくらで譲ってくれるんだい といったジョークは有名。2003年、獲得した19個のメダルが、ノルウェーのオスロにある自宅の金庫から盗まれる被害に、あったが、その後発見されて、手元に戻った。2007年1月、もう肉体的にも、精神的にも競技は続けられないと35歳で、現役を引退した。ありがとうございます。